氏名は、ベルギーの江ノー州氏名にある、現立市東会所属のスクールモン修道院において18世紀、後半に生産を開始されたチーズ。1980年より農家と共同組合を結成し、落農工場で生産している。同じ修道院で醸造されているビール、氏名と比べるとマイナーな存在ではある。1850年に成立したスクールモン修道院では、 修道会の流儀に従って、祈りと労働の繰り返しで構成される生活を行っていたが、この労働部分について、農場の開拓に次いで、チーズとビールの製造というバリエーションを持たせた。本校のチーズと共に、同名のビールも21世紀の現代まで続いている。チーズの生産は1876年に始まり、熟成には修道院の地下室が利用されたという。 製法は、ブノワ氏がフランスより持ち帰った。以来、細々と生産が続けられていたが、1980年に、常実の共同組合を結成してからは、製品ラインナップが増加した。例えば、1982年には、シメイグランクラシックが、1986年には、シメイウィズビアが発売開始された。2011年か2013年の、 インタビュー記事によれば、生産量は1000トン、年であり、うち200トンが輸出に充てられ残りは、ベルギー国内で消費されたという。2008年の製品ラインナップを見ると5種類があり、以下のようになっている。また、2018年現在は、以下のようなラインナップとなっている。基本的に上の2008年版と同じ順序にし、説明は適宜省略。 日本語版の公式表示がないので2008年版にないものはそれっぽい日本語表記をつけておく。ありがとうございます。